移住組で住んでる人は必ず浜さんに何かしら関わりがあってそのここに残ってるっていうのはこれは、うん、それは、HF マイクのレシーバーレシーバー、はいはい誰かを撮影するといつもこれを、うん、つけてもらってね、うんうんこれにそれは普通のマイクマイクだねステレオマイクだね、うん、いやそれステレオじゃないじゃないモノラルモノだから、うんまあ、ステレオだから、はいはい左にこれ入れて、はいはい、右に、HF マイクこれを使うと、まあ、実はこれの目的はこれ、うん、なんか左と右を、うん別々にセッティングできる。だから藤田さんがやったことの中、まあいろいろやったけど、その中何が一番まあ自分がいいと思ってる？自分が一番なんかプライドとか。それはですね、一番簡単にわかりやすく言うと、この巨大災害がやってきたときに。我々は何をしなければいけないかというと去年あ一昨年から会った友達に会いたいと、まあドキュメンタリーのプロジェクトがあってまた、ちょっと新しい人を、撮影してどういうプロジェクトになるのか今考えてで今日、藤田さんに会いましたね。でよく吉田さんの話を聞いてとても面白かったんですね。そうですね、面白かったですね。はい、いらっしゃる。また3月に、そうだね、まあとりあえず3月の11日に、うん東北の友達と一緒にいたいと思うからまたその時にまた来ます。ありがとうございます。また来てくださいね。ありがとうございます。じゃあ。